おはようございます。ブレイクスルーセラダリです。2016年10月4日をもちまして、楢崎ルミのルミナスダイアリーシリーズいよいよ6周年を迎えることとなりました。去年もほとんど同じこと言いましたね。これでいよいよ7年目となります。ニコニコ動画2年半、 YouTube 3年半、思えば長く来たものです。ここまで長く続くとは当初は思ってもいなかった。これまで続けられたも一人に皆様の熱いご声援のおかげでございます。今後ともルミナスダイアリーシリーズをよろしくお願いいたします。 YouTube を始めてからいろんなことをねチャレンジをしてまいりました。3人目のキャラクター登場、クラウドファンディング、オンラインストアの開設、ファンクラブの開設、ライブ 2D のチャレンジ、これは今もチャレンジ中でございますけどもね、こういった様々なチャレンジがルミナスダイアリーの、ベース、基礎となっております。ルミナスダイアリーシリーズは皆様と共に作り上げてきたコンテンツでございます。これからも皆様と一緒に、新しい形のビデオブログ模索していきましょう。さて、後ろの背景、気づいていらっしゃると思いますけども、はい、いつもの通り豊平峡にやってきております。ここに来たということはもうねお分かりでしょう。新しい iPhone のフィールドテストでございます。これを使って、フィールドテストをやって、毎年の iPhone がどれだけ性能が上がっているのかをチェックしてまいりましょう。では早速この iPhone のパワー、皆様と一緒にチェックしてまいりましょう。ではレッツゴー。